皆さん、おはようございます。本日2024年、7月の22日 朝の10時9分、ちょっともう精神的に限界来てるんで、もう正直に言いますね。何があったか。まあ昨日の晩夜中まで、まあ実はね、もう昨日のそのプロ野球の試合が始まる時間のどうこうとかじゃなくて、もう数日前から皇室の明子さんの声で、家の前、多分廊下通ってるんですよ。でそれ指摘して YouTube で言ってから、明子さんの声でね、ごちゃ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 もう言ってこられています、ずいぶん前から。でもうこれいずれの問題でね、やっぱりもう精神的に我慢の限界来るし、一番のことの発端は7月19日に富永神経科クリニックの受付の人間が私が一人で会いに行きますっていうことを言い始めたんですよ。インターネット記事見ながら、その時次皇室関係の記事のところあたりで、で僕からしたら佳子様のことかなってなるんですけども、それ実は1ヶ月ぐらいか2ヶ月ぐらいにもあって、その時は受付の人間が茶髪の人間で、でそれ言った人間とイオンモールで僕遭遇してるんですよ、買い物行った時に。でその人間はその間何を聞かされていたのか知らないですけども、そういうことなんだったら私がやるわっていうことを言ってるんですね。スポーツのか、もう普通に考えたら多分スポーツの勝ち負けだと思うんですけども、そのやるって戦うっていう意味ですから。ただ僕裁判重視、もう裁判に法廷に書類出したいこう作ってる頃だから、裁判のことかなと。やけど、ああ、じゃあスポーツのことかと。けど何のスポーツのことだろうと。もう絶対こうなるんですよ。短い言葉でポンって言われたって絶対わかんない。で、もう先、今日朝泣きながら警察に電話したんですけども、もうその前にね、朝から春山整骨院の連中が車のドアバタバタンさしてきて、群れを起こしてきてるんですよ。で、起きた瞬間、おはようございますって、まあ、笑いながら言うんですよ。それもう何十年もやられてるんですよ。で、夜中に、もうまた、たちの悪いことに、皇室の人たちの声で、悠仁さまと、佳子ちゃんの声たまにと、特に、あきこ、もともとあきこちゃん、あきこちゃんの声で、もう、ごちゃごちゃ言ってこられて、もうこっちも我慢の限界来てる。もうだからもう電波に向かってたけども言い返してる。うん、多分ある程度つながって聞こえてる可能性がある。で、まあもうこう、いやこっちは皇居まで行ったじゃないですかと。行ったじゃないって。それ断ったん君たちでは思うじゃないって。無理やってって。こっちにはもうそれ以上できることがないんだから、無理なものは無理なの、こちらはそれ以上できないんだから、あとは次警察官使って君たちが会わさないようにしたじゃないって、なるの。もう人間的に電波でもうずっと攻撃されていて、もうそれで抑圧とか無理やり起こされることとかも分かってるから、で、それまで警察官使って隠蔽してきて精神病院連れて行っていて、で、佳子ちゃんもマスクして多分来たでしょ、宝塚三田病院。で、無言だったじゃない、僕と話し合いなんかしなかったじゃない。さらに僕を苦しめたかったの？マンツーマンで話しなかったら無理なの。そこの宝塚三田病院今はもう敵対勢力なの。完全に。そこと一緒に働くから余計電波でこちらに訴訟になった時に攻撃が来るようになってるの、仕組み的に。隠蔽なんだから政府の。全部暴露されたって、もう本当は言ってるから国会で。彼はどっからどこまでのことを言うのって。
自民党も我が身守るために、もうそんな考え方なのよ。だから高速道路作りっぱなしだし。だから僕も人間だから、もういろんな光景を目の当たりにしたときに、全員自分の金稼ぎのために生きていたっていうことにしか結論としてならないよ。それ受け入れてくれなかったら無理やし。まあ、後で、もうごめんなさい。もう足組みながら、もう喋ってるんですけども、一般人の人たちで、まあ、心配でね、善意で、もう社会的地位とかで僕謝ってるんじゃなくて、基本的に目上とされる者たち、総理とかにね、そうじゃなくて、もう、一般人の人で、まあ、どこからどこまで一般人かっていう線引き難しいんですけども、例えば、僕のことを本当にね、ちゃんと動画とか見てくれて、僕はどれぐらい苦しい目に遭ってるかっていうことをちゃんと記憶として持ってる人じゃなかったら、これ難しいんですけども、被害の受け方が膨大すぎて。で、それで、こう、涙を流したりしてくれた人たちがね、こう、心配で、動画見てくれてる人たちにね、向かって、足組みながら話し始めて、ごめんなさいっていうことで。でももう、無理なんですよ。もう、僕も精神的にもう、心へし折られてるから。で、このことの順番はもう、はっきり分かってるんですよ。ね、7月19日に、私が一人で会いに行きますっていう言葉を聞かされたときに、今まで男性も女性も、スポーツ選手もみんなそうだったじゃない。自分から名前名乗らない。で、ほとんどの人間は複数の人間で来ていて、最初の頃は。ヘラ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 笑いながら、僕からしたら、喧嘩売りに来てるようにしか見えないんですよ。いや、ちゃうやんって。お前らが金払わなあかん立場やんって。球団の方のオーナーとかどう言ってる？社長の方はどう言ってるって。いくらぐらい払えそうとか。それ見通しつかなかった。河川水門回収玉とか何にも始まらないの。元巨人の原さんもそう。テレビの前ではね、真剣な顔して、僕は会いに行きますって誠実そうには言うんよ。言った後どうだったかって言ったら、有馬警察署の近くで背広着た状態でね、無言で僕の横通り過ぎただけ。じゃあ僕は言いに行きますって言ってたのかな？警察に何を言いに行ってたのって。まだ隠蔽の方法って。そこまでじゃなかったにせよ、何を言いに行ったのか？スポーツの勝ち負けは彼の影響を受けてるとか、ワールドベースボールクラシックはっていうことを言ったのって。何もお互い意思疎通で、何を誰にどう伝えたかとかの情報は何もないか、わからない、こちらは。だからもう巨人とかが勝ち始めたら、ほんと腹立つ。で、その根源も、昨日をなんとかね、踏ん張って、横浜ベイスターズの試合も延長戦に入って、22時回って、それでもまだ飯も食わずに、シャワーあらかじめ浴びてるから大丈夫で、それでなんとか5対5の、一時は横浜 DeNA さんが3対2で勝ってたんですけども、途中でヤクルトが調子乗り始めて、5対3に持っていって、そこを横浜 DeNA さんが、僕まだ食事してないから、5対5、それ試してるんでしょ？あいつが嘘つくかどうかを試してるのよ、結局プロ野球業界は。それ恥やの。人として、信じろよ、ここまでしてる人間のこと。お前らやん、審判とか。平気で違法行為してんの。ごめん、怒ったら人間理性失うから、次何喋ろうとするのか、本題、そう、コンピューターにそらして使われてるかもしれん、今の僕も。本題に今入れてないから、順序。もう7月19日に一人で会いに行きますの件で、全員それやられてるから、もう、こいつの方も、の文句とかも試合中にもう出始めて、で、けどそれ第三者の国に見てもらった方がいいと。複数の国に行って。阪神タイガース、得点できてる。楽天も。第三者の国から見てはっきりしてわかるから、こいつが悪いって。いっぱい今までのこと知ってるのは。皇居行った時に絶対追い返しちゃダメだから。
赤坂御所だろうが何だろうが同じなの。永久に河川水門開始山線とか始まらないから。もう言ってる国会議員の人たちも逃げてるから。会おうとしないの、電話かけても。自民党の事務所とか。言ってる。だいぶ前から。自分からみんな名前ならないの。国会議員の人も来た時に。マスクとかしてる人は。もう家帰ってある程度の時間過ぎたら、してることがわからないの、本当に。いや、そんなもんすっと始めたらいいじゃないって。だって、オリンピックで9600億円使ってんのよ。で、河川水門開始ダム発電とか、それ仕事になるのであって、エネルギーの残存量問題に貢献できるのであって、9600億円あったら、ほとんど日本中に設置できるじゃないって。してることは本当にわけわかんない。で、そのね、その春山整骨院の連、まあ、その前にこの間ボクシングの試合があったわけじゃないですか。で、それも途中でね、僕もどうなったかって言ったら、もう髪の毛染めてる人間がリング上がったりしてるから、で、その人間ももしかしたら警察官の制服着てたかもしれない。あ、どっか見たこと、この辺で見たことある顔やわって、田中康生っていう形で出てきてたけども、金髪。で、他国の選手も髪の毛染めてる。もう以前と同じ、ライジンかな、もしかしたら最初は慶和の頃だったかな、本当は同じ流れなんですよ。本当は海洋基本法違反だから、髪の毛染めていたら。だからもう、試合の途中でね、もういいやってなったんですけども、その前に警察の方に電話かけた時に、そこの幼稚園の方でね、あんな幼稚園なんか小さいから、拡声器なんかいらない。もう意図的。もう台所にいても聞こえるような声で、ごっちゃごちゃごちゃごちゃ、こっちらの考えたことに反応してまた言ってくるから、もう鬱陶しい。もうやめてくれって言ってることを、春山整骨院と同じ。楽しいから。僕は嫌が、もう人間、どんな時に笑いようかって言ったら、相手のことをもう馬鹿にしたりしてる時に、気づいてないのを馬鹿にしてるっていうことを自分が。相手が嫌がってる時に笑っちゃうので、佳子さまもギリシャへ行って、淡井圭介の心の声とかを聞いて、握手したりとかしてるんだけど、異性の男性と、しないでねって言ってる。もうそれ不倫と同じだからって、ここまで物事発見していたらって。そうじゃなかったら、君が淡井圭介に対して好きだとかキスしてきたことが、全部嘘になるっていうことになるから。嘘になるのが、じゃあ都合が良かったのっていうことになるの。それはそれで話の整合性は合うし、僕はカコちゃんが捨てたとは言ってない。カコ様に会いに行きます。どこそこに何時ぐらいに行きます。皇居の亀甲を燃えて、そこまで言ってるけど誠実な対応は誰もしてくれなかった。それを2回も。2019年の頃と。その後のテレビ朝日の方も、マコちゃんも誠実な対応は一切しなかった。で、その後のマコちゃんも今年黒い服を着ながら、こう僕を撮影してるんだと思うけども、笑いながら会うって言って、家の横まだ通り過ぎよ。笑いながら言うっていうことは、無理なの。不倫って言った時に、カコちゃんは、笑いながら無理って言った。不倫だからやめてっていうことを僕は言ってる。で、その後何回も取り直して降りて、何回も男と手つなぎよ。他の男と今度。けど、その動画言われたら、もう見当たらなくなってる。YouTube で見れてたのに。都合が悪くなったら隠蔽。こいつがそれするから、もうみんな隠蔽に走るよ。その春山整骨院の奴らに起こされた時は、もうそこで喋るなって言ってるやろって、こっちも人間やねんって、もう壁殴り始めてるって、もう最初は文句言い返さなかったんですよ。文句言い返さなかった場合、もうストレスの限界が来たらどうなるかって言ったら、もう何年もなかったけども、やっぱり壁殴っちゃう。で、その順序として、ボクシングの試合に投げ出してから勝ち負け。で、その元々の発端は、私が一人で会いに行きますっていう言葉を聞かされてる。で、これは、今までそれで、淡井圭介を怒らせて、
コンピューター全部知ってるから、エシロンとかの仕組みどうなるかもう詰めてこられてるので、それで精神病院行きにさせたら医療業界としては儲かるわけじゃないですか。一月100何十万円って、大阪ヒルトンと同額、4人部屋、相部屋で、なぜか。えげつない金の稼ぎ方をこいつらはずっとしていて、そこに警察官混じりであって、連れて行った人のお話だけじゃなくて、警察官が医者したりしてるか、精神病院の。でしかも元同じところで働いた人間が、人明会病院っていう西宮市の、精神病院で、仁っていう名前は各天皇陛下の名前に入ってる言葉。平成の天皇陛下は明人様の人は仁。成人様も仁。成人様とも仲良くしていただいてます、本当に。もともとは。でもこれだけ話こじれたら、どうしてもやっぱり僕も人間だから心の中とかでこう思ってしまうことが伝わってしまう。で、代わりに別の人とかが、彼は家の中でこう言ってますとか、もう我慢の限界来た時にね、こう SD カード送った時に、彼は、これ本当はこういうことだったんですか、ああいうことだったんですかってもう聞いてきてるって。それ答え何なんですかって。それは他国の、もしかしたら、国際司法裁判所の人なのか、誰なのかわからないですけども、一応まあ聞いてくれてるんですよ。いやもうこれ世界全体のとしての問題だから、で、YouTube で今壁殴った話してから、今左手の手首痛くなり始めた。それまで全然痛くなかった。で、もう最悪。もう我慢の限界行き始めて、で、まあ、ボクシング特有のもう、ワンツーが出始めたから、もう壁にも穴開いてる。ベニヤ板やから。中学生が殴っても、もう全力で殴ってない。全力で殴ってないんだけども、簡単に壁開いちゃうの。それになるとどうなるかって言ったら、冬来たら、寒い。で、元々はそれ原因で、もう限界来てるから、もうちょっとスポーツの勝ち負け、もう僕おります。本日をもって。で、その後どうなるかって言ったら、この間ボクシングの試合に関して警察の方に電話かけてね、もうちょっとボクシングの試合見るのやめますわって。もう正直こうこうこうでって。もう髪の毛染めてる人間を見たときに、で、これボクシング業界へのメッセージでもあるんですけども、もう自分たちの仕事なんだから、髪の毛染めてる人間ぐらい髪の毛染めるのやめさせられないんだったら、無理だって世界ベルト取るのだって。本当はそうだから。ルール法律で。頭なかなか渡しづらくなるって言ってるじゃない。だから他国からしたら、分かる人からしたら、多分こういう感覚だと思うんですよ。日本人で髪の毛染めてる人間がいるけども、海洋基本法違反なのに、なんで勝てるのって。海外の方も。もうそれ分かるの、僕も。だから自分のしていることが、河川水門海式玉発電のこととかあるとはいえね。違法行為してる人間の味方をして金稼ぎに走ってるっていう部分の方が大きくて、もう嫌気がさしてる。もうこんな奴ら別に勝たさんでええわってなる。なったけども、心の声とかだからコンピューターがずっと分かってるのよ。分かってるんだけども、その後強制的に頭の中取られてる。もう奴隷と同じ。バーソルミュークマン。奴隷。機械とのハイブリッド。頑張って壁によじ登ろうとしてる。僕のホームページ見たらわかる。背景。山。表現してるのは、とんでもなくとてつもなく大きなことにチャレンジしなければならない、できるかどうかわからないっていうことであって、それについて、
まあ、さっき通報した時に出てくれた警察官の女性の方の声で分かったっていう声が聞こえてきてるんですけども、ただそういうのもコンピューターの自動の可能性があるんですよ。まあ、これ電波当てられてる人じゃなかったらその苦しみって絶対分からないんですよ。同じ目に遭わなかったら。だからコンピューターからしてもう詰めてきてるんですよ。夜中までごちゃごちゃ、皇室の人たちの声まで使えば、で、さらに、皇室の人の文句をどうしても言ってしまう現状はもう作られてるわけで、他国から見たら皇室の人たちに問題があるっていうことも分かってるから、けど日本国民だと、そのことについて、まあけど、有馬警察署で骨のある警察官の人がね、根性ある警察官の人が、僕が、ジャパンかな、どっかに買い物行くときに、ちょうど緊急発進の時に、大声で、拡声器で、大真面目な声で、天皇陛下のバカ野郎って言って出動して言ってくれたんですよ。だからそれを表現することで、いや、俺たちも、警察官の中にも、君と同じ見方とか心情の人間いるよっていうこと、今までの映像でも回ってきてるんですよ。国会議員の人たちとか、警察官の人とかで、天皇陛下の方が悪いって、平等に物事見た時にって、抗議を言ってなんで会ってあげないのって。無理じゃないって。おそらく国会で彼は大臣と同格だっていろんな総理とか大臣とかに言ってもらってるけども、実質的には生活保護者なんだから。権力ないのよ。物事を結局動かす、自分で動かす力っていうものが。言うことしかできないのよ。あと、あ、もう今度頭痛くさせられてる。脳梗塞の方。この間の。ボクシングもそう、一瞬頭の中でその勝ち負け降りたいとか、もうええわっていう感情が流れた時、もうそうなってるから、もう頭痛い。多分大谷翔平が30号打った時って、今日打ってるけども、起こる前だと思う。でもう天の神様への安全の祈りの効力っていうものは、ある一定の効力がなくなり始めるから、やっぱり昨日の相撲でも、昨日じゃない、昨日か、昨日で合ってる。あ、違う、ボクシングの試合、土曜日や。最初の立ち合いで、頭から鼻に当たりに行ってる相撲取りの人がいて、で、それ当たられた人は鼻に当たりに行って来られてるから、鼻血出してる。で、本当はその危険度が高ければ高いほど、怪我っていうものは発生しやすいものであって、その、だからもうボクシングのことを、いいわとか、スポーツの勝ち負け、まあだから榊原さんも、榊原さんっていう人はライジンの役員なんだけども、社長なんだけども、ドリームファクトリーっていうところで、その人も訴訟が始まった時に、名前を出した時にね、僕の横を通り過ぎたりして、それも茶髪で。で、その前に、まあ、相談事としてね、ちょっとライジンの方からも、自動車の生産、中国の方にやめてくれって、そのワンとかあるから、それなんとか言ってもらえませんって言った時に、現れて、大真面目な声で、で、しかもヤンキー化して髪の毛染めて、無理って言ってるんですよ。で、その時に最初、こいつまた髪の毛染めて、背広着やがってっていう本当の感情はあるんですけども、本当はそれが先に来るはずなんですけども、そこ踏ん張ってるから、僕は頭の中で、誰がこの人、多分関係者やぞと思って、あ、榊原さんやんって思って、で、正直これね、怒らされんかったら言葉出ないんですよ。もういい、どうなるか分かるから、どうせ怒らしに来る連中来るから、もう僕も、もう音楽聴いたりしとく。もうヘッドホンつけて聞きたくないから。もういい。それでスポーツの勝ち負けがどうなろうが、もう僕はしたことじゃない。もう知らん。無理やから。国会議員が逃げた時点でエネルギーの残存の問題から、全員総辞職。タイミングバッチリ。これで今から水面下で話し通して、どっちにしても秋で選挙始まるから。任期があるから。引き延ばした方なの。本当はもう解散するべきな、ないんですかって、その自民党、いろいろもう本当のことをバレてるから。で、
それで僕の方はね、もうどうせもう解散しても本当は民主党も政権取ってた時代があるからもう僕も投げやりになっちゃってるからどうせ同じなんでしょって、ああするこうするをマニフェストとして言ってくれませんかって言ったのにみんな言ってくれてないでしょって、政権交代してもどうせ同じじゃないっていうことを言って、もうそれだったら余計お金かかるだけだからもう任期満了でいいからって、うまかったそうするって岸田さん、もう暑い、もうまだ開けるもん無理、蒸し風呂30度超えてるから部屋の中で、一応台風の風だけは取れてる。本当3号と4号同時でした。あのベトナム近辺の中国に上陸しそうなの、あの、まあ、多分それはどうにかなると思うっていう見込みだったんですけども、一応まあ、もうちょっとしたら熱帯低気圧に変わる予報にはたどり着いてるから、まあまあ風も取れてるし、まあ防災のところは進めてるっていうところですね。だからこれ物事の、ちょっと神がかり的な力の方で、その一人で私が会いに行きますもう受け入れられないの、こちらの世界として。いやもう、それこの何十年間でもう僕二十歳ぐらいの頃からで言うと、万超えてるの。で、僕の顔使って顔綺麗になったりしてる人がいっぱいいるから。ボクシングで言うと畠山憲太郎さん。ほんで、もうここまで限界に来たら、もう男同士腹割った話、昔もこれになって、本当は言ってんのは畠山高橋さん。お前ほんまええ加減にせえよと。そんなことで世界チャンピオンになれると思ってんのかと。これが淡井圭介の自宅で言ってることやと。で、けどそれ頑張ってこらえて、なんとか世界チャンピオンにする。こっちもお金なかったらそんな河川専門家へ式だもんなって、もうプロ野球業界から何から何かまで頑張ってみるけども知らん、どれだけお金出してくれるのか、株主総会があるから全員で阻止され始めた、どうなるか分からへん、もう無理なんやって、どうせ個人の力なんかじゃ、そのために党とか国会議員が存在するのに、でコンピューターがまだ聞かせてきよう、岸田さんの声で分かったっていう声絶対違うから、どうせ分かってるんだったら安倍さんも分かったって言ってるけども何にもしないで死んだことにして逃げてるもの、もう無理やわ、もうこれ僕は生きてる間にもう石油輸入止まるわ。一応僕もあの責任感込みでね、責任感込みっていうよりもそれ皇族の責任なんだけども、8月9日ちゃんとフルーツラーパーク行きますけども誰も来ない可能性がある、聞かされてる電波もう昨日の晩本当に言ってなかったから、もう俺らも行かへんと思うとか、グレイの皆さんの声とかで聞かされてるから、これもう我ながら言ってるから今大丈夫だって思う人は思うんですよ。もう後で電話で泣きながらね、さっき有馬警察署にもう無理です、限界ですって、もう壁殴るところまで進んでしまいましたって、もう状況を伝えたかったんですよ。順序一人で会いに行きますって、それ精神病院のやつが言うの、自分たちが金稼ぎしたいから、それで僕を怒らせることができるから、だって全員一人で会いに行きますって言って話し合いなんかして横通り過ぎたりして、僕は声かけても言葉発しなかったんだから全員、あ、ボーって言ったら音がおる、言おうか分かんなかったから、109号室の直央くんだって思ったからもうええからってなったから、タバコスパーって吸ってなかったっけ、もう僕もちょっと面白いこと言わなかったらもう今怒りそうになってるか言うけどとある音楽でね、ものすごく世界的に有名なの音楽でちょっとその替え歌そんなに腹立つんだったらタバコ吸ってるのを見た時もう言ったら言ったら、俺も本当は俺はお前がタバコ吸ってる時にタバコ吸ってるのを見て腹立ってるからっていうのを言った友達がいて、その時僕はどう思ってるか教えとくわ、スッパ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 アルマゲドンの大真面目な顔して言われたな、大真面目な顔で、あの面白いことをされた時の方が聞くの、こっちはあの笑っちゃうの
だから笑った方がマキオのアッププって、あれアッププってアップの方涙出そうになってたの。皇室の人たちもその話知ってて言ってるからで、それを分かった時にふざけられたらこっちも人間なんだからって、もうええから服部警部もう警部補になれたかどうか知らんけども、兵庫県警の警察官もう混んでええから、もう髪の毛染めてる人間は違法行為側で絶対普通に間違えるの。髪の毛染めてる時点で考え方から何か何も次々どんどん間違えていくの。現場に髪の毛染めてない人は俺たちはまだ間違いにくいんだって思ってる人いるでしょ。違いますよ。本当は自分のところの会社で髪の毛染めてる人間いたら、そいつは髪の毛染めんように更生させなきゃならないから、自社の責任で。会社法とかでそうなってるの。会社なの、株式じゃなかったとしても公務員の人も。で、そっちの方が本当はもっときついルールいっぱいあるの。身だしなみに関するルールとか、いろんな法律調べていったら分かるから、一般社団法人って聞いたら公務員は関係ないんだって思うんでしょ。議員とか全員関係者の人間罰せられることになってるの。そこの法律見てもらったら分かるから、もう最初の50条もかかんないか、もう20条20何条ぐらいとすぐ出てくるから、これ連鎖的に全員アウトやん。本当やから。見たの？六法全書購入して書いてるから、もう僕もお手上げなの。どうせみんなとぼけるからってその件言われたって。どうすればみんな真面目になってくれて人の話を覚えてくれるのかなっていうところでもう限界来てるから、で流れ的に危ない。もう今日壁殴り始めたからもう無理だと思う。もう人殴ってしまうかもわからないか、もうスポーツそれに言うでも、もうスポーツの勝ち負け、もう放棄で、これでね、その寝かしてもらえないようになる可能性ある。どれ本当にどれ命かけさせられてる。その原因、佳子ちゃんがはっきり言ったらいいだけ。淡井さんと結婚したいか結婚したくないか、だって数年前に過去テレビ局のいろんな人間は僕の名前平気で出してたんよ。国会議員の人も出してたでしょ、僕の名前テレビで。もう街中でいろんなとこ、三宮行っても絡まれてたから、もう手遅れ。あれやられたら日本全国に僕の名前知れ渡ってるか、一日にも絡まれてる。ものすごい量だから、いろんな人間が来て、で怒ったら精神病院行き、むちゃくちゃルール総がかりで隠蔽。だって国会議員の人とか警察官とかが、元警察官かもしれないけども、他の公務員とかいろんな公務員とか裁判所勤務者とかがテレビに出てるんだ。一番更生させなあかん医者とかが、医者経験者とかの人間だった人間武見が厚生労働大臣だから、悪いことした人間が出世できる話やめましょうって言ってんの。高額所得者になぜなれるのって、隠蔽、みんな組織的に隠蔽し始めた方がなぜ高額所得者になれるのって、それやめようって言ってるの。でも音楽とか聴き始めても絶対今度こうなるから、こんなことしたって何の解決にもならないままの気持ちになるの。分かったっていう声は聞こえてくるんだけども、今度次うるさい。どうせコンピューターに言われてるだけ。どうせ誰も動画の閲覧者数とあと再生時間見たら分かるから、どうせ見たふりして途中ですぐボタン遮断してるから停止をして、途中でどれぐらい重要なこと言ってるかっていうのを河川の撮影とかで、ね、時間長いからどうせすぐ見るのやめる、忙しいを理由にして。いいじゃない、有給休暇使ったら。どうせ用しようなんよ。何のために公務員があるのか分からへん。税金巻き上げるため、昔から難しい言葉作り始めたの。大学とか議員関係者、漢字の辞典とかで難しい漢字使ってるの
名前読めんようにするため。それが裁判官。隠蔽。もう無理や、こんな世の中。もうみんな自分のことしか考えてないもの。で、もうこれ、8月9日で、それまでは、そのね、交通人たちが会いに来るみたいなことを電波で聞かされてるんだけど、それが本当だから本当だからを、もう僕は交通の人の文句を言っただけで切り替えてくんの。行かへんから行かへんからって。しんどい。もうほんとしんどい。あんまり寝てない。もう裁判もバカバカしくなってる。もう河川の撮影なんかしなくて、もう晴れの整骨院とかごちゃごちゃ言ってこない人間のいるところに、引っ越しちゃったらよかったって。もうお前ら自分で困れよって。で、海外から言われてるの。淡井圭介さんの特許絶対取ったらあかんよって。それし始めたコンピューターがどういう稼働の仕方するか本当にわからないから。特許侵害、世界中で起きるから。もうそれこそ手に負えなくなるから。先ほどの続きですけども、その横浜 DeNA とね、まあ、ちょっと話戻しますけども、結局延長戦で2点取れたと。で、食事してない件と、その試合の時間帯にね、食事してない件とシャワーの件で、あ、2点入ったと。7対5。あ、これでやっと勝てるわと。この長い延長戦もやっと終わるかっていうところで、最後絶望を与えてきたのが、東京のヤクルト。東京都出身の人間が、加古ちゃん、あきこちゃん、久人くん。それで3点や。こいつ利用してんの、お前らや、本当に。真中か、元監督の真中さん、バレとるやん。あいつは、アワイケースの横通り過ぎるときに、ヘラヘラヘラ笑ってたよ。車乗りながら。エネルギーの残存量ない。車乗ってる時点で、分かってへんよ。あと、斎藤由紀っていう、元スケバンデカの1代目の、女優しとったやつ。綺麗な顔して、誰の顔撮ってんのか知らんけども。あいつ、港北病院の横で、今まで何回もハワイケースケ引き殺そうとしてるから。引き殺そうとっていうところまでは大げさかもしれないけど、ぶつかりに行こうとしてるから、本当に。わがままなのよ、結局。ほったらかしにして逃げとうから。開き直ってるから。だから車の運転とかでも、そういうのが現れんのよ、結局。その港北病院の横の駐車場。今年、加古ちゃんがいたの。で、他の人間が、教えんかったら、しかもここに加古がいるって言わへんの。知らん、もう。自分の方からキスしてきたのは加古ちゃんの方やから。な、潔さがないからやん。もう何回も言ってるよ。自分の方から誰と結婚したいのか自分から言ったらいいじゃないって、全国放送でって。記者会見開いて、こうこうこういう風な事情がありましたって。話早いじゃない。で、まだ淡井圭介の顔から皮膚飛ぶの。で、その秋子の声がめちゃくちゃややこしいの。淡井圭介の顔撮るから。で、自分が淡井圭介に取り付いていて、顔作ってあげてるような形でコンピューターが電波で聞かせてくるから。皇室を守るその装置めちゃくちゃ厄介。いらん言うとね、朝起きた時の自分の顔で、自分の元々の顔がどういう顔か分かってるから。もう壁殴ってしまってるから、もう二人じゃなくなってる。もう絶対そうなる。暴力振るったら。鬱陶しいね、スポーツの勝ち負け。卑怯なことしかせえへんから。はっきり言うよ。第三国の複数の国でどちらが悪いか、で条件つけるの。これ本当に本当のこと言わなかったら君たちも同じ目に遭うよって言ってみ。で、本音で話するわ。どちらが悪いと思うって。彼にこれ以上解決できる方法、道あるって。追い払ったあいつらの方が悪いやろって。警察官とか。宮内庁の連中。で、それが、加古ちゃんが断ったから、絶対ダメだって。君が断っていい立場じゃないの。
被害者作ってるんだから、淡井圭介という。奴隷がさらに奴隷化制度される方法なんか作っちゃダメじゃん。井の一番にすぐに早急にここに駆けつけるやん。で、知ることは誰それのパーティーに出た、披露宴に。で、その話もどうせテレビ局のことだから本当かどうかわからない。何の話なのか。で、翔平にも言うとくわ。淡井圭介の機嫌の良さそうな笑ってる声が聞こえてきたときに会うとか言っても無理やから。君も自転車で淡井圭介の横通り過ぎてるやん、 JA の近くで、有野中町三丁目の向こうの方の道路で。会う気ないんやろ。淡井圭介さんと話し合いしますって言わへんやん。もうそれ思い出しただけでどうでもよくなるから、人間関係含めて。だってそいつは淡井圭介と人間関係潰したんだから。大谷翔平、なんでそこまでしてお前の頭、なんで俺はお前に渡してあげなあかんねんって、頭なんか自分の頭なんか貸してって。需要で取るよ今度、それ言ったらあげへんって、取り戻すって甘く見んなよ。取ってんの、今まで何回も取ってんの、こちらが渡してんの。渡すっていう方法で相手が自分から渡してきたっていう方法を使いたがってんのよ。その時点でスポーツ業界負けなのよ。そこまで追い込んでる時点で、阪神・淡路大震災の被災者を利用してそこまで追い込んだっていうことになるから。で、これね、真面目な話に戻るけども、これこいつも含めて全員注意点。淡井圭介が言いたいことを言えるような環境じゃなかったら話し合いしても無駄。それと全員メモしてくること。何を話するか。取られる記憶。皇室が、皇室を守るコンピューターとかあるから、都合の悪いところ、そこからどう話がつながっているかっていうのを、もう何万って何百万って先までコンピューター読めるから、記憶取られる、頭の中。で、それで話ができなくされるから、で、自分のしてる行動がそれが解決に結びつけるかどうかで、自分のしてる行動が異常かどうかで判断したらいい。キリがない。終わりがない。始まりがない。エネルギーの残存問題の。で、淡井圭介が笑ってるときはやめといた方がいい。こちらももう真面目な話ができなくなってる。だから笑ってる声が聞こえてきたときに会うっていうのは、一番世の中のこと分かってないなって、残念ながらそれ大谷翔平。甘やかしすぎた。頭の中ずっと渡してる期間多かったから。だから甘い道進む。で、一番油断してる時って自分が幸せな時で、結婚できてる時で、ちょうどタイミング的には合うのよ。で、スーツの裏地にデコピンっていう犬の、裏地のスーツを着ていたけども、そこで聞こえてきた時の声に、レッドカーペットのとかな、レッドカーペットはなかったのかな、オールスター前の時の。で、怒ってるんじゃなくて気張ってる状態じゃなかったら、何を話するかが頭なんか持っていかれたら言葉が出てこなくなるのよ。あ、もう笑ってる時の状態無理やわ。最悪笑い話始めたら忘れる。どのような話していたか。すぐ、はいはい。で、それに合わせて笑ってしまったら、その話し始めた時間から時間が経過すればするほど話の内容を忘れる。すぐメモせなか。すぐ。絶対その場ですぐ。もう数ヶ月経ったら聞いた内容変わってきてるから。だからそれ、スポーツ選手の良かったところは、スポーツっていうこと、勝負事の重要さで、なぜ笑ったらダメかなのかの理由とかが理解できてることなんだけども、残念ながら、笑ってる淡井圭介の声が聞こえてきた時に、反応して、会うって言ってる状態だ、なら、いつも言われてるのもう忘れてるから、大谷翔平。その状態だと無理やって。笑いも最悪。打ち解けあったら打ち解けあったで笑い話始めて、
あの時会った時のあの話、後で意味あったかなになるエネルギーの残存の問題で切羽詰まった時に、グレイの皆さんもそう。あ、真面目な状態の時じゃないとダメだし、あと音楽業界もちゃんとね、見たらわかると思うんだけども、良い曲っていうのは、歌ってる時に誰も笑ってない。全力尽くしてる。だから演奏とかは慣れてきたら、だからライブとかでふざけて笑いながら歌ったりしてる時はあるんだけど、あれふざけてんの？あの曲とかいろいろもうスポーツの勝ち負け投げ出したから、ちょっと面白い話し始めるから、グレイの曲大真面目に聴いていてみんな良い曲だって思うでしょ。たまに本当は笑わすところ入ってるから、聴いたらびっくりする。僕もあの歌詞とかでね、歌詞のワードで曲名を忘れたんですけれども、銀の訴状、夜を狩るビビの鼓動とか、なんかいろいろな歌詞があるんだけど、本当大真面目に歌ってるから、あの何言ってるかよく分かんない言葉も受け入れるんだけど、一応銀の訴状はあの尺状ね、あれのことかなとか、もしくはあの音を鳴らした時にみんな心が静まり返るって、音叉とかもそう、あの仏教界のあのチーンっていうのも、あれが鳴った時ってみんな心静まるの。あれはある意味仏教界の最高の発明なんだけども、それはさておいて、最初にそのワードを持ってきてるのは、あとでちょっとふざけてるシーンちょっと入ってくるから、本当は予兆で間でね、この人、台湾の人かな、中国の人かな、ベトナムの人かなってよくわからない人が、それ曲名が、曲名思い出した、愛っていう曲で、途中で言ってくんの。愛は、愛は、サイヤー、サイヤーとは言わない。サイヤーって言ってくんの。多分動物の巣。間でわけわからんこと言う。笑わせようとしてくる。なんでこんな人の声が入ってんの。しかも愛っていう曲、自分のことなのか愛情とかの愛なのか、そこをカタカナにしてよくわからないようにしてくるの。あとは聞いてる人の自分だったとしてもそれ突っ込んでいこう。サイの方なのか愛情だったとしても、愛は愛は最悪分からへんから、動物愛護法とかで最がどうなってんのか、どこまで話しよう。無理はダウンしそうになったか、今転げ落ちそうになったかいですか。笑いすぎた笑いすぎた、ノックダウンされるから。気づくから本当に、もう昨日の晩ももう我慢の限界来始めたから、そのせっかく横浜 DeNA さんが2点リードして、ヤクルトスワローズが3点奪い返した、はっきり言うよ、その3点間違えと、その3点もう横浜 DeNA に入っとかなあかん、だって文句言われてしょうがない立場だもん、本当に。そうじゃなかったら、文句言う人間いなかったら真面目になられないの、あの人たちも。本当に本当に、そうほったらかしにしとったらどんどんふざけ始めるから。本当は言いたい、まこちゃんのあのまこちゃんに似た人かもしれないけども、もうとんでもないショートの動画見てしまってるから、もう昔髪の毛染めてた時期あんの、まこちゃん。で、髪の毛染めてる人間ってエロ業界のあれ見たりしてる人間やから、ほんと。もう神がかり的な力とか、どういう風にどうなってるか全部分かってきたら、それ分かるから。で、道頓堀とかで撮影したりしてるショートの動画とか、今でも残ってるんだけども、だけども、それじゃないの、もっとすごいの見てしまってる。笛でね、大真面目にふざけるっていう声をしてる動画。顔見たら、いや、これ、まこちゃんっていう、ちょっと何してんのっていう。
ったら、いや、ほかにもあの本当あの、うん、原付でモンキーって呼ばれてるオートバイに乗ってる写真とか、それまこちゃん名前が出てなかった、みんな気がついてないんだ。何を伝えたいのか分かれん分かれん、本当にもう。ああ、でこれ最後どうでもよくさせる方法はさせる方法で、あのこれで裁判放棄させて、しめしめ自分たちの収入、あいつに金払わんでええわ、これが答えだから。もうええ、もうボクシングの試合もこの間の試合正直こう思った。あの那須川天心、あいつもあの喧嘩売りに来とうから、あの特許庁に行って、で特許は通用しなくて、最初ナスカ天心って分からなかったの、帽子かぶっていて。であいつ多分別の名前でスケボー選手として出てるから、もともとがそうなのかもしれないけども、本当に根っからのヤンキーで、まあ朝倉未来もあの自分でしくじり先生で言ってるけども、本当にもともと特攻服着たヤンキー、暴走族、もうええ、もうええ、なんでこんなに苦しい思いして金払ってくれへん人間に頭の中渡さなあかんのか、もうわからん、もうええ、いらん、拒否拒否拒否、もうスポーツの勝ち負け降りた、もうええ、もうややこしい、いらん、もうしんどいだけや、もうどうせもう滅ぶ、人類確定、淡井圭介が投げ出したからじゃない、全員が投げ出してるからや。ついに高島彩もこの間のサタデーステーションで髪の毛染め始めたよ、挑発行為、淡谷圭介を怒らすために。それが自分で自分の身を守る方法。オリンピックはっきり言っとく、知ったことじゃない、勝手に負けて早く帰ってこい、滞在するだけややこしい、どうせお前らもしおるから、観光旅行負けた後とか知ってるから、いろんな件国会議員もしとうから、鬱陶しい、本当に。もうええから、みんなの税金使って旅行するのやめろ。もう本当に、もう日本中の人間はそれするから、いつにか GoTo トラベルキャンペーンっていうのが出来上がっていて、旅行費がなぜか政府が出してくれるっていう、あのわけのわからん法律。法律じゃないんだけども、GoTo トラベルキャンペーンなんていう法律どこにもないから。もう全員で一気に非合法なことが始まるから、本当は非合法なことしてんの。本人たちに自覚はないだけ。もう僕もどうしたらいいか分かんない、もう手詰まり。もう昨日も JA 行った時に腐った野菜買わされて人参なんだけども、ブヨブヨ黒なってるから、一部もいろんなところで、まあちゃんとそれ言ってね、お金は返金してもらったんだけども、それ実は JA で結構見かける。でもういい、あんまり話しながらとみんなもう分かりづらくなるから、状況を言ったら、その順序、一番いいところで電車通るから、あのその絶対言ったらダメなワードっていうのは全員覚えておかなきゃならないのが、淡井圭介にあの笑いながら声かけちゃダメっていうことと、あともうこの家の近くで喋っちゃダメっていうことと、もうこれ警察官に注意された人間いっぱいいるはずや。で、ちゃんと言いに来てくれてるか、警察官が。もうこっちの方では、あの、携帯電話で喋りながら話するふりして、近づいてくるのも、それなしになってるからって。で、この悠仁様の声で入院って言ってきた。もうこれが政府の本当の実態。徹底的な圧力。強制収容所よ。ヒトラーとかは知りたこと。アメリカでも知りた。日本人の強制収容所とか、いろんな人の強制収容所。あったあった。世界中、どこの国も。その延長線上にあるのが精神病院。それで医療機関増やしてるから。
知らん、もう政府全体がこんなに非合法で第二次世界大戦の頃とはあんまり体制が変わってないことを知るともう無理やわ。エネルギーの残存量問題、これ無理だわ。もう一回言うけども、その一人で会いに行きますっていう言った人間、もうそいつももう7月19日の受付にいた人間、調べた方がいい。ほんな、それ自分で GoTo トラベルキャンペーンか何か国の税金使って最悪東京とかどっか遠方行きようのかもしれん。もういいから言ったらあかんから、一人で会いに行きますって。違うって、私何々が淡井圭介さんといついつまでに会いに行って話し合いしますって、それまで話し合いが終わるまで帰りませんって。僕もその話し合い根気いるから、多分僕も最初は一番最初急に当たりしたらどうなるかって言ったら、どうしよう、何から話したらよかったんだったっけって、何から説明すればいいんだったっけって、相手がどれぐらい知ってるかにもよるしっていう、そういうところから。けどもその一言が出てから、それだから神経クリニックって名乗ってるけど、そう本当は精神病院の、その精神、精神を切断されなくなる薬とかももともとは出してる。今は僕は出されてないけども、あの睡眠薬出してるから本当は精神関係のところ、法律で言うと。で、そこの一言が出てからもう荒れ始めた。だからそこは稼ぎになるから。で、カコちゃんはだからもう絶対に医療業界の制服とか着ちゃダメなの。その方向で自分が電波で聞こえてないから、自分の知ることは自分の意思だって思ってるだけで、コンピューターにもうジャックされてるから。エネルギーの残存量問題までそこまで話聞いて、正常に淡井圭介のここの自宅に来てすぐに話し合いができない時点でもう異常者なの。責任持たない体制なの。じゃあもう絶対社会誰も責任持たなくなるから、もうやりたい放題の違法行為状態で、もうはっきり言っとく、東京都が一番のエロ業界の総本山なんだから。だって徳川家康の頃がエロ業界認可されていて、その歴史が300年も続いたもん。それで日本中ノックアウトよ。だって1956年よ、売春防止を出来上がったの。それまでそれが許されていて、それは第二次世界大戦始まるよ。政府上層部がそんだけ金で女買ったり、金で男買ったりしてたんだから。それが事実だもん。で、他国の人間、金に物言わせて 何人とやった。暴力に物言わせて何人とやった。格闘技業界、エロ業界と組んでるよ。暴力振るって、レイプしてた連中とか混ざってたんだから。本当の話よ、これが。もともとはそうよ。なあ、冷静に考えていったら、もうそんな業界切り捨てようになるんよ。もう相手せんでええわって。あとはもう今まで飲むんで、請求かけたったらええって。態度悪かったら、まあ、できるかどうかわからへんけども、ライジンとか潰す。世界中の総合格闘技。意味ない。エネルギーの残存量問題的にも意味ない。だから僕もそのコンピューターにずっとごちゃごちゃ言われて、でそれ多分怒らすためやって、8月9日の皇室の人たちをフルーツラパークに呼び出してる件とかをないがしろにするっていうのが目的であって、他の人たちにも声掛けしてる。でそれは指定された人間だけ来てくれたらいい、じゃなかったら分からへんから。呼んでもないのになんでおるになる、心の中相手せんとこうになるなる、本当にこっちの心も鬱陶しいから。それで身勝手に来て、テレビでデビューされてる時点で本当は鬱陶しい。テレビつけるのが嫌になる。テレビ見ることが。なんで NHK 料金払ってるのはこっちは嫌な思いせなあかんねんって。ねえ、もう一回話整理整頓しますけども、去年そのカコちゃんに会わせないようにしたりとか、マコちゃんもおかしいから、自分が淡井圭介連れて行って赤坂御所へ、でカコちゃんに会わせて話し合いさせてあげたらいいのに、それしなかったから。2019年でその話を言わせたいのよ、向こうとしては自分から。そしたら世間はどう見るか、
いや、お前の方が付きまとい行為してるじゃないかっていう方向に持っていきたいのよ。で、隠蔽してしまう。そうすれば、行政の政府上層部の人間は金儲け続けれるから、エネルギーの残存量まで無視して。だって、未だに高速道路作ってるじゃない。名神自動車道と中国自動車道、自動車道、つなぎようとしてるじゃない、万博利用で。で、万博なんか世界中の政府上層部が間違いとかしとんねや。淡井圭介はやめろって言われた時点で、第一次世界大戦も第二次世界大戦も政府上層部の人間が始めたことや。全員お前らの方が下やねん。法律の悪用や。認めろよ。他の法律があるよ。認めなあかんねん。自分たちの方が下でしたって。で、それせんかったら無理やわ。もうスーパーコンピューターにみんな操られる。全然もう野球の得点の入り方とかもう得点ではっきりしてるから、原因が何かもわかるから。で、その過去ちゃんたちの条件はものすごくわがままなの。スポーツの勝ち負けから降りてくれたら会いますとかだったの。だって強制的に関わらされてる人間で、それでか金集めとかをしなかったお金の出元そんな金額なんか無理やんか。で、河川水門会談話も実際作って、で、純利益出るところまで結果出さなかったら、絶対誰もお金なんか投資しないもん。お金出しちゃって、そのお金無駄になるんだから。だそれ、笑いながら言ってるのよ、かごちゃん。笑ってる時点でそれ間違えてんのよ。だそれだけ答えはっきりしてんのよ。スポーツの勝ち負けから降りてくれた、スポーツと関わるのをやめてくれた、会いに行きますって。で、横通り過ぎるだけ。で、その後、誰と会ってたの？別の男と。淡井圭介利用して顔作ってたやろ？他の人間も同じ。淡井圭介と結婚話したテレビ出た女も全員同じやから。もうテレビ出てる時に淡井圭介の顔撮ったりして別の男と会って結婚してるから。淡井圭介の、その方法でも淡井圭介の結婚を取り上げれるから。もともとの話は、阪神淡路大震災の被災者で、まだ彼のこの状況だったら、まだ彼にも未来はあるから、今からだったらまだ間に合う、まだ二十歳ぐらいの頃だったから。彼の結婚が最優先だで話決まってんの。で、そこは神がかり的な力で淡井圭介の皮膚とか一部分を取ることによって、自分たちの結婚を先に進ませることができんの。方法として、手法としてあるから。使っちゃってんのよ。ドツボ。まあ今喉まで出てかかった、出かかった言葉は、まあまあど、まあ今、まあうまいことどうでもよくなった気持ちを利用して、以前までは、その、二回も皇居へ行って追い払ってる皇室の体制があるから、絶対皇室の人たちの方が先に僕に会いに来た時に謝ってくださいよって、これ昔もフルーツラパークで同じだったから。本当は家、その頃、謝りに来てるはずやから。家かフルーツラパークに。紀子様か雅子様か誰か、誰か謝ってくれてる。お文人様、ああ、文人様謝ってくれてる。一回行ったの、友達に連れられて、皇居。で、そこでもう一回されてるから、一回まあどうなるか試してみようっていうことで、いろいろ、話広げてもらった時に現れた向こうから。で、それで文人様に、過去とか、孫とか、孫とか過去とかがあまりにも間違えてたら、君は叱ってくれたらいいからって。で、僕の名前出してくれたらいいからっていうことで、文人様がおっしゃってくれてます。でもそう言っても、誰も思えへん、警察官は。なんか意味ない。絶対そうなのよ。みんなの税金使って、わがまし放題で、海外留学とかしてやりたい放題してるから向こうでもものすごい短いスカートとか履いてるからかぼちゃもともとエロ業界の総本山だった東京都の 人間とかがもう幕府があったところとか一番怪しいから京都見たらわかるじゃない化粧塗りたくって変装してるのあれもう絶対エロ業界の女
それ言って、もう化粧するのやめさせるから。見かけんようになったでしょ。もう見かけた通報者へ。化粧濃い女が現れたって。顔わからへんやん。もともと化粧ってそういうもんなの。男性化粧してる？してへんやん、基本的に。まあ、ビジュアル系の人たちがしちゃったけども、なんで化粧なんかいるの？あ、もうまた話がそれ始めた。一応が、だから責任感で8月9日は行くけども、そこに来てくれる保証なんかもうない。もうこんな長い動画、もう再生時間見たらわかるから、もうみんな最後まで見てない。だからもうある程度の時間の時に言ってる。もう見てへんから、もうみんな。なんとかテレビ局の人間とかだけ。ホームページなんか今、閲覧者多い日で、すごく多い日で、だいたいここ1ヶ月で、32人。少ない日、6人ぐらい。あんだけ動画たくさん上げて、あれだけの1本の動画の時間があって、時間、1時間くらいしか伸びてなかったりとかするから、連日上げてるでしょ、たくさん。ほとんどの動画はすぐ終わり。最後まで聞かないで。で、自分で確認しなかったら、淡井さんが言ってることがわからないから、それ理由とかで私たちも聞いてませんで、多分ごまかしてしまい。あ、永遠にそれやからもう多分無理やわ。だから、うん、頑張ってる時の僕で遊んでない時の僕の口から、これ多分無理やわ、エネルギーの残存の問題解決するのって、河川水門開始したまずいとか無理やわっていう言葉が出始めた時点で、多分無理なんだと思う。だってガソリン車の生産停止の明確な確定した放送すら殴られない、流れないし、で、まあ殴れないっていう言葉は、それは、うん、誰かが心配したんじゃないの？淡井圭介がこうする人殴るって。それはない、いくらなんでも。僕は腹立ててるのは、それ話を歪曲して考えすぎた。春山整骨院の奴らに対して僕怒ってんの。車のドアバッタン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 させて、エアコンなんか使えないんだって生活保護者は。電気代がものすごくかかるから。窓開けるしかないんだから、騒いじゃダメじゃないって。社会で傷ついた人たちなんだから。上の方が、本当にほとんどの会社でピンハネするんよ。賃金の不払い。するのは普通なの。この世の中。大きな大企業でさえ。それが曲がり通ってしまってるの。だ、自分が、ね、若い子らは、淡井さんが言ってることはよくわからない。あいつの言ってることは嘘だって思ってるかもしれないけど、自分が社会出て働いてみて、法律見たときびっくりするから。あれも払ってないやん、これも払ってないやんって。な、アイドルかな、何かの、アイドルっていう歌かな、アイドルっていうバンドじゃなくて、あれは YOASOBI か。あ、アイドルっていう曲かな。あれもない、これもないって、扶養手当とか、住居手当とか、ボーナスとかのこと。一応、扶養手当と住居手当とボーナスに関しては、会社に対しては売り上げがないんだったら、もう払ってあげなくていいっていうことになってる、法律で。ね、他にも退職金とかだと思いますよ。本当は人材派遣会社の人も、テレビの放送では、安倍政権の頃に、ちゃんと退職金払ってあげなきゃならないっていう話になってるんですよ。でもみんな払ってもらってないでしょ、退職金。いや、そうじゃなかったら、絶対、仕事の絶対数と、年金のね、一月15万円までたどり着いてる人が、男性、50%、女性 30% ってこうなってくると、で、女性が、家事、育児を頑張ってもらって、家守る、家にいてあげなきゃなんない。その間に家に空き巣とか、僕みたいに入られたり、荒らされたりしたら困るでしょ、書類取られたりとか。だから絶対女性がいなきゃなんないのよ。じゃあ女性は年金とか介護保険料を払ってもらえてないから、じゃあ老人ホーム入れないの話になるから、大卒への退職金で女性の、年金かけてあげるしかないのよ。これが本当の答え。だからそこまで言ってるから、安倍さんもそれ同意して、人材派遣会社の人にも退職金出してあげなきゃならないになってるの。嘘っていう声が聞こえてきてるけど、それ政府の人を勉強しろよ。俺の方が勉強してるから。
淡井圭介と同等の勉強してる人間おらへんから、大学の教授とかすぐ叱られてるから、でとりあえずテレビに向かって叱るの嫌やねん、本当に声出して睡眠不足でさせられるから。でも時期タイミング見た時にその8月9日の件を多分台無しにするためにそうしてるんだと思う。だそれがスポーツ業界からしたらあいつに金払わんで A1 の世界があって、それが稼働してる。だから次には皇室の人たちまでの文句を言ってしまう。だから皇室の人たちは淡井圭介に何かしてくれたかどうかっていうと、だから僕は20歳ぐらいの頃に謝ってくれたりだとか、でまああのサンゴのね、数珠みたいなものをくれたのよ。でそれを僕は母親にあげたの、お母さんが喜ぶから、とあと本当に皇室の人たちに会ったっていう証であって、その皇室の人たちとか来てる時に僕の父親とかも来たはずなのよ。今日もう忘れてる。だからもうそれはもう母親は2017年に亡くなってますけども、もう2010年の頃にはもう覚えてる家族、自分の身内いないの。自分たち待っておきながら、見ておきながら、その現場。もう世の中そんなものだから、記憶つけなかったら無理。もうずっと適当で動く社会だから、もうとにもかくにも、今、もう自分が今一番しちゃならないことは、喧嘩ぶっかけたりとか、で、ただもうスポーツの勝ち負けが降りたら、置いたことを宣言したら、もうこのどうでもよく、どうでも違和感が起こらんようになる。だその時に会いに来たいんだったら会いに来たらいいと思うけども、もうどうでもいい発言しかしなくなる。だから僕は笑ってない時で、その日まで遊んでない時で、真面目な話し合い、会議を聞くのまですぐ。8月9日に。だそれができなかったら、もう後もないと思う。裁判開いたって同じだと思う。だって去年1回起訴されてるもの。原告の求めてることがわからないって。求めてる内容変えるじゃない。ねえ、訴訟費用の救助申請通さなかったの。それ通したら自分たちでコピーして郵送しなきゃなんないから。本当は裁判所がしなあかんのよ。うんっていう言葉が返ってきてる。だから法律僕は一応一通り読み通してるから知ってるから。なあ、みんな法律とか公務員に騙されるやろ。で裁判所で働いてる人間、髪の毛染めとる人間はもう。無理やん、そんなもん。エロ業界認めとる人間やねんから。性被害者の気持ちなんか台無しやん。いらんよ、もうスポーツ業界であんなに髪の毛染めとる連中いるんだったら。もう音楽業界も大して変わらんよ、同じや。髪の毛染めるのをやめることぐらい根性なんかいらないから。普通のことやから。髪の毛染めたら顔きれいにならへんよ。正式なルール。海洋基本法違反で顔ちゃんと汚くなりなさいよ。こちらに言われてるんだから。醜い生き方してるんだから。なあ、顔きれいかどうかは、髪の毛染めてるかどうかで顔きれいになったりせえへんねんから、その時点でボケてんのよ。見たからもう、元皇室の人の、年配の人で髪の毛染めてる人。もう僕もその人と喋るの嫌やから。桃源郷っていう老人ホームにもうその人が現れ、もうそいつって言いかけと、その人が現れてもう、看護師見渡したら、そいつは髪の毛染めてる人間がもう6人ぐらい集まってきて、僕のフロアで会議始めんの。は？看護師がそんなにたくさん必要なわけないやろ。こっちがフロア2人で、人材派遣会社の人間2人で基本的にフロア回してんぞ。それ言ったら他の老人ホームの勤務者がびっくりしてるから。それ本当なんですか？本当だから。で、ただ、食事の時とかは、たくさん人が来てもらわなかったら絶対無理だから。もう、スプーンでこう、口まで運んでも食べないから。
進まない、全然。なんとかうまく食べさせて、物事進めなかったらダメだから。もう、ちょっと、Amazon プライムビデオでも見ます。本当に。もう遊ぶ。もう遊ぼう遊ぼう。もう遊んでちょうどいいぐらいなのかもしれない。もうオールさ、もう見る気ない、あんまり。見たら見たで、またどうせ影響を与えたりするから、嫌なの。もう僕も自分が選手に影響を与えない立場で、気軽に見たいのよ、本当は。もうもっと本当のこと言っていい。もう今の状態だったら、その、喧嘩してしまいそうだ、皇室の人たちじゃなくて、晴れませんことに。また怒鳴り込みに行ったりするかもしれんから、もう遊びます。だからちょっとごめんね、様子見るけども、もしかしたら間に合うかもしれないけども、その石川家のね、春の選抜の人たちは勝たせてあげたいなっては思ってるから、それは阪神・淡路大震災の被災者として、してあげたいことで、ただ、去年もそうだったけども、結果は必ずしも優勝まで届くかどうかわからないけども、それはもう野球の技術がいっぱいいろいろあるから、今年か、春の選抜でも取り組んだけども、まあ、あれがいいかな、これがいいかなって、テレビ見ない方法の方がいいかなって、解説すぎて余計なこと言い出す連中がいるから、で、それ影響を、それいろんな言葉喋ってるから、みんな途中で忘れるわけであって、その喋った内容がグラウンドで再現されてるから、一段高いところのルール使ってる。自分たちの方が上っていうね。上の方に解説席あるでしょ。解説席が真面目に仕事するように、もう一段上に席作って、そいつらを注意する人たちが必要なの、本当は。何笑っとんねん、お前仕事中にって。それしたら絶対間違えるからって、やめなさいって。本当本当。余計金のかかる話ばっかり、あとエネルギーの消耗も。僕は自分の家から言ったらいい。聞こえんねんから。だから僕だけ眠らさんようにするルール外したらいいのよ、テレビに向かって喋った時に。どうして物事早かったのに。うん。こいつもそれ言ってるっていう男性の援護する言葉は今聞こえてきてるんですけども、電波で。ああ、思うけどもう今気力がない。もう無理やわ。もう本当はそれ、人を注意したりするのって、その一瞬一瞬だけだったらみんなできると思うんだけども、ずっとね、相手の行動を見て、いち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 注意するのって、もう毎日それしようと思ったら無理だからみんな。持たない持たない。なんでこんなしんどいことせなあかんねんってなるから。めんどくさいだけで。お前らが覚えろよって。何回も同じこと言わせんねんって。普通の仕事はヒルトンだったらそう。何回も同じこと言わせたら、ポートピアホテルももともとそう。何回も同じこと言わせたら、仕事なくなる。メモメモ、頑張ってメモ。別にそういう、言葉とかなくても、シャープエンジニアリングは出来高制だから、修理できなかったらお金入ってこへん。実力、自分で、ほんと頑張って勉強して実力つけんかったら、修理の仕方わかんないままだったらお金1円も入ってこないまま、自分の車とか使って回らされてるから。ガソリン代とか駐車場代とか全部自分持ち。全力の攻防戦。期間、基本的にエアコンの修理とかはメインだから、洗濯機の修理とか、まあ、メインはエアコンの修理だから、もう、夏場、10月くらいまで、6月から。一応研修は受けるんだけども、無理。現場入って仕事を覚えていくものだから。だっていろんな機種があって、もうわけわかんない機種とかいっぱいあるから、これどうやって外すのって、外すところどこにも見当たらへんからって、へっこんでるところがあってね、そこにこう指引っ掛けて外したりするんだけども、それも勇気いるから、内部構造どうなってるかわかんないから、全部の設計書覚えるなんか絶対無理だから、そんな短期間で。やばい、これ、力ずくでいったらベキってなるかもしれんって、それ、こっちが弁償せなあかん。
以上会社に言ったら、ちゃんと会社の方が、わかったって。本当は俺らもわかってるからって。一回ちゃんとうまくできてならないで外せたんですよ。外せたんですけども、軽量化を意識しすぎて、エネルギーの残存量問題とか、そのエコロジーな社会、資源も大事にっていうことも意識しすぎて、取り外した瞬間、ペラペラのプラスチックで、ベローって曲がり始めて、その、勝手にパキーンって折れて。ちゃんと正直に、いや、取り外した時に、いや、こう、重力で曲がっていって割れたんですけども、これ、どうしましょうって言った時に、分かってるって、俺らも分かってるから。俺らも作り方に問題があるって分かってるから。じゃあ、それは俺らが出すから。開ける時のあの緊張感と、なんでこんなもんに作ったんだよ。作った方も設置したもアホやろこれって。高いところにあんな室外機置いてる家いっぱいあるでしょ。あれめちゃめちゃ重たいから、室外機。自分で持ってみたらわかるから、一回持ってみたらわかる。みんなしてみよう、一回。自分で家のエアコンのあの室外機、みんな一回持ってみよう。あんな重たいもん、あんな高いとこ上げられて、下ろされへんから、脚立に乗りながら。もう僕一回ね、3階建ての家で、ひさしのところにね、あんな重たい室外機置いてる家があったんですよ。一応、下にね、金属はつけてるんですけども、ひさしは人間が乗った時に、本当や、その室外機よりも人間の方が重たいからさ。家の人にね、いや、前来てくれた人は、修理してくれたけども、で、これちょっと一応撮影しとくわとか、なんかわけのわかんない人だったんですけども、結局僕、命がけで、その、ひさしの上の方って、いつもう落下するかわかんないから、とりあえず、こう、ベキってなった時に、すぐ掴めるとこどこやろうって、もう窓しかないんですよ。けどもう2メートル以上離れてるんです、室外。ちょっとこれ、どうしよう、そろっと行った方がいいかな。ちょっと早めに行った方がいいかなって。とりあえず室外機のところを掴んだら、下金属部分やし、多分落下免れるんちゃうかって。で、それ、シャープエンジニアリング、その修理が終わって、帰ってきてから、そんなところの足場の上で修理してるから、いつあそこのけるか分からへんから。途端行った。帰ってから、シャープエンジニアリングの課長以上と所長の人たちで話し合いがされてるんですけども、本当は、はしご車で行かなあかんとこやから。今の君の状態だったら、仕事場で何でも上の人たちとか先輩の人たちのことを言うこととか、お客さんの言うことを言いなりになっちゃうから、それだったら自分の命守れないから、で、多分撮影したんだと思います、その人は。どんな場所か先に撮影して、もうこっちで会社に送っとくからって。もう今お腹痛くなってきてる、本当のこと言ってるのに。おかしい、神がかり的な力の作用の仕方が。だから、もうちょっと石川県の人たちも、僕もストレスの度合いによって、高校野球、勝ち負け、参加しようかな、どうかなとも思うし、この間のボクシングの試合で安全面最優先で、各地自分の力だけで試合してくださいにしても、結局、それを意識して、安全をずっと意識していれば、日本人選手が、のパンチが当たっていた。日本人選手を勝たせることを考えたら、日本人選手がパンチもらってる。第一試合のプロデビュー戦の方。だけども、その試合で日本人選手は完全に相手をフックでノックアウトできてるのは、入場シーンから外国の選手がふざけすぎ。仕事は真面目にせなあかんから。最初からヘラ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 笑いながら、もうあんなことした、こんなことした、わけのわからんコードいっぱいして、絶対負けるに決まってるじゃない。真面目に仕事してないんだから。簡単、隙だらけ。最初から大堀だったもん。ヘラ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 笑いながら入場するからよ。もう普通最初は丁寧に距離測るって、相手のパンチの距離とかみんなリーチ違うんだから。どれぐらいで届くか届かないかとか、相手の踏み込みスピードとか、それ計算いろいろ試してから、
それからだ、もう一番最初、第一ラウンドから主導権の握り合いで、ペースのつかみ合いで、結構、激しく打ち合うシーンとかもあるけども、そういうのもある。そういう戦い方も、いろんな戦い方とか構え方とかで、戦い方とかあるんですよ。もう、それでもう全部分かってきたら、じゃんけんの仕組みと同じ、似てるんですよ。ボクシングって。もうリズムで。ただもう、1ラウンドの頃から、もう、まあ相手選手はふざけてるっていう部分もあると思うんですけども、いろんなパンチは明確に、使いこなせてるなっていうのは、それを第1ラウンドの日本人選手の動き見て、それはもう感じました。だいたい相手、なかなかアッパー使わないんだもん。ちょっと待って。ワンツーばっかりや。無理やって、ワンツーだけで勝たれ。もうちょっともう面白い話、もう混ぜたくなってるからもう混ぜますけど、もう本当は、阪神淡路大震災の前から、K1 とかで、関わってるから、スポーツの勝ち、ボクシー、K1 とかの勝ち負けで。教えてもらってるから、本当は。頭を渡し方とか。で、その頃、キングオブファイターズっていう日本の SNK っていうゲームで、主人公がね、今日っていう主人公がいるんだけども、ボディがお留守になって。YouTube でそれもし見てしまって、ボクシングの試合とか見てしまったら、絶対それを思い出すか。それか、たまに選手見ていて思います。君、本当に勝つ気あんのって、腹筋全然足りてないけど。それはそれである意味、ボディがお留守だせんに見えるんですよ。まあ今も僕も大して体鍛えてないですよ。大して鍛えてないし、多分、この調子だと、多分、あんまり体を鍛えてない淡井さんの出来上がりになっちゃうんですけども、わかんない。か逆に、もうスポーツの勝ち負けどうでもよくなってるから、逆に体ものすごい鍛えるかもしれない。じゃあ、これ感じるんですよ。今日の負けた要因。試合中、懸垂とかしてたけども、誰か向こうの選手とかの力こっちに来ちゃってるとか、もともとの話でいうとこちらは頭の中とか渡して能力プラスアルファされてるから、だから打率が上がったりとかホームラン打てたりしてるのであって、ボール球に手を出さなくなったりするのであって、これ試合の時間中に筋トレしたらあかんのとちゃうかなって思うんですよ。それ分かってからちょっともう試合の時間中筋トレするんやめようって。もう別にゴルフはなんかどうでもいいから、もう請求先なんかわかんないから。大体の時間帯は遊んでなかったんですけども、ほとんど今年ももうペナントレースに取り組んでるかわかるでしょ、今まで言ってきたことで。ただ、阪神タイガースも横浜 DeNA もで最初初めて、楽天もロッテもっていう勝たせるスタンスで始め、あんな勝つ無理、J リーグを割り込んでくるもん。お腹痛い。もう、痛い。ボディーブローの痛みが来てる。ボディーがお留守だぜの話なのか知らんけど、もうこっちも、もう、面白い話で救われる人たちも多いから、こんだけ社会がめちゃくちゃだったら、もう社会でてみんな気づいてる方だから、心が。もうため息で終わっときますね。かこちゃんの僕のホームページの個室へのメッセージ90番台で、そこから、かこちゃんが覚えておかなきゃならないこと、まあ、かこ様を覚えておかなきゃならないことと、あと、かこ様への、かこ様との未来の時間軸との会話のところね、それ見てもらったらわかると思うんですけども、ショートの動画の方ね、29歳の誕生日の、ついてる音楽が、はぁ、あ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 れ、ため息、はぁ、あ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 の部分、どうせ淡い系ですけどな。からかわれてんの、ずっと。集団でずっといじめて、笑ってたの、向こうは。楽しくなってたの。だから、笑顔なんていうのは使い時よ。真面目な話してるときに笑う方がいい、真面目にメモ。どうしよう。8月9日。僕も頭なんか取れたりしてるから、強制的に。メモ帳持っていくの忘れたら。これだけ言っといて。
というわけです。残念ながら、まあ、最後に一般人の方へ、最後まで見てくれた一般人の方へ、多分もうエネルギーの輸入止まって終わり。今の見立てではそう、誠実な答えがみんなか、誠実な態度っていうのは全員から見受けられないから。皇室の人たちを含めて、国会議員の人たちを含めて。岸田さんは、そう、涙流しながら謝ってくれたから、まあ、理由があって、まあ、僕の前には現れないっていうだけであって、だけども、それも本当は逃げてるんでしょうが、本当は僕の心情、本当の。まあ、もう、無理やと思う。政権交代しても、本当は民主党って自由民主党やから、フルネームは。自民党の人たちが民主党の方に行って、コンクリートから人へっていう題材を掲げてね。その人たちが、うまく物事を、別にその、さすがに刑務所行きとかそこまでのことは、ね、僕も別に要求したりするつもりはないんですけども、お小遣い制度とかね。本当も車売ってくださいよって話、裁判所でその方向で進まなかったら、エネルギーの消費量なんか減らせないから、老人なのに車乗り回してる人いっぱいいるから、時間いっぱいあるのに。いや、時間あったらあんなあるんだから、年金生活していてって。時間いっぱいあるんだから、車なんか乗らなくていいじゃないって。なんかもう、この間、運転免許証を更新しに行ったのも、被災地の人とか、地震が発生した時に、物流とかで人が足らないっていう、ドライバーの人の数が足らないっていう、現地に、輸送物資。そういう話は、阪神・淡路大震災の頃はいっぱいありましたし、東日本大震災とか。だから、それで、助けに行ってあげようかな、で、運転免許証を更新しただけなんですよ。あとは、河川の撮影で。いや、こんなところ、車なかったら正直無理やしっていうようなところ。いや、体力持たへんしっていう。もう上がったり下がったり上がったり下がったり、もう昔の戦国時代の話、あれ絶対嘘やから、現地行ったって戦われへんから。だって夏場なんか3時間か4時間ぐらいで冷やしてた水筒の水が、常温になってからかな、常温になってから3時間ぐらいで、やっぱり腐ってる。蕁麻疹出てくる、それ飲んだら。無理無理。戦どころじゃないから。ごめん、食料を分けてる方になるから。ごめんごめん、俺らが間違えてたって、ちょっと常識忘れてたって。戦争なんかしてる場合じゃなかった。安心して飲める水あるって、もうジンマシン出てくる、こっちは。なるから、もう井戸見つからんかったら大騒ぎやから。そんな正確な地図どうせなかったから。絶対戦国時代の話嘘。もうお前らが実際本当に歩いてみろよって。無理やから。モンゴルが日本まで来ることなんか、あの距離歩いて。途中で船作り始めて、あの人数、木何本切らなきゃならないと思ってんの。チェーンソーなんかないよ。寸法狂ったら一からやり直しよ。加工し直しよ。組み立てバラさなきゃならないの。せっかく組み上げた船。絶対嘘やから。もう映画やわ。映画とかテレビが普及して戦争始まってるわ。ラジオの方かもしれない。ラジオが普及して第一次世界大戦始まった方かもしれない。本気にして作り話。昔の国境線、700年の頃とか国境がコロコロ変わってたのって、あんな距離多分歩かれへんから、水とか食料とか手に入らなかった、野垂れ死んだから、もう言語噛み合わへんから、もうええわって、そっちの方で統治しといての方だったかもしれない。もう命がけやから、1日50キロとか移動するの。多分ほとんどの人は行方不明。だって今の日本でも年間山登りの遭難者3000何百人って、ほとんど富士山。外国人の人で遭難者扱いされるのは、力尽きて降りてこれなくなったの。ちょっと考えたら分かるやん。3700、800メートル、どこまで登ったのか分かんないけども、ちょっとやそっとのしんどさじゃないに決まってるじゃないって。那須は倒れるよ、本当に。こっちも、あれ、河川の撮影、もうこれ、やけどしてんの。オーブントースター、ここね、色、ちょっと、
違うと思うと思うんですけども、これやけど、オーブントースターでパン焼いたら焼きすぎたら真っ黒焦げになってなるでしょ、ちょっとこんがり茶色になってる、あれ焼いてんの、やけどしてんのよ、やけどしにいってるの。以上、最後まで聞いてくれた人ありがとうございます。見込み分かんない、とりあえず8月9日は行動してみるけど、分かんない、もう気持ち的にも俺始めたら裁判も本当は闘争の場だから、こんなにみんなお金出すの絞ってるんだったら、相手の方が頑張ってたら僕の方が裁判失敗したりとかして負けるかもしれない。君が入院っていう声聞こえてきてる。なんか入院させたらもっとね、河川水門開始だません、始まるのが遅くなって。誰、淡井圭介の自宅訪ねたらダメだってルール作ったの。そいつはまず刑務所行けよっていう話。淡井圭介が自宅に呼んでる時ぐらい、普通に淡井圭介の自宅来たらええやんって。で、どうですってお金どれぐらい払えそうですっていう話。みんな、いろんな人から聞いて。で、それ、対象者100人や200人どころじゃないから、いやだから、例えば阪神タイガースだったら、まあけどプロ野球選手ってね、帽子取った時の髪型なんかわからないから、僕も何回も青柳選手が帽子取ったところ見て驚いてる。髪の毛だいぶハゲてるじゃないですか。いや本当は僕より年上の人なんちゃうかなとか思ったりとかするんですよ。だから帽子取ったところなんかもう顔なんか分かんない、本当は名前名乗ってくれなかったら、名前名乗って阪神タイガースの選手の何々ですけどもって言われても、多分僕のことだから最初疑うところから始まりますから、本当ですかって、身分証明書とかお持ちですかって、もうこんなもんですよ。なんか以上です。